1792年パリ、皆飢えている。パンを頼む。下がれ下がれ。食料は届いていたのか、市場に向かう前に消えていた。行くわよ。テンプル騎士団、幸い誰かが食料の流れを追ってた。私のよ、それ私の。返して。テロワーユドメリクール、民衆の味方よ。王室に私たちの家族も食べ物がいると伝えましょう。平和的な抗議運動もどんどん暴力的なものになっているのだ。奴らを全員やっちまえ。商人の食料囲い込みに対する市民の暴動、パリ崩壊の始まりよ。扇動するだけでこれだもん。民衆は怒り、街は不安定になった。テンプル騎士団、狙い通りに。メリクールを見つけ食料を確保して。メリクールは教団にメッセージを送ってテンプル騎士のもとへ行った。早く追って。ふっ、耳の穴を塞いでほしいのか。男の服でところを走り回ってる女がいる。とにかく中には入れるな。払ったところだ。かも。だが、愛国者のために。
たまるか。あそこだ。なんだ。死体だな。メリクールの落とし物ね。近くにいるかも。それよ、メリクールの居場所を突き止めた。お目にかかる。あのよ、国に見通した。ここか。運が悪かったな。ちょうど出ようとしてた時に見つかってしまって、これで警戒が厳しくなって素早い行動が必要になるわ。このグループを追って1ヶ月以上になる。田舎中の馬車を盗んでるの。農民が食べ物を貯めて価格を決めてると言われてるけど、彼らは悪くない。何か他の力が動いてるって言ったのに、国民議会は穀物価格の設定で問題を解決しようとしたの。でも陰で操ってる女の名前は掴んだ。フラビニー夫人、レアールの店でドレスデザイナーをしているわ。彼女はドレスデザイナーじゃない。ようやく味方が現れてくれたのね。彼女の工作員全員を一人で倒せないもの。見つけたぞ。
ずはあそこにいる衛兵たちを片付ける。静かに仕留めてくれる？これ以上は目立ちたくないの。さあ、アサシンらしくこっそり行きましょう。静かに衛兵を仕留めて。一体どうなってる？嘘だろ、ミニエが死んでる。ビビって縮み上がってる犯人の野郎を探し出せ。アンドレ、くそ、一体なんだ。思ってたよりやるわね。なんてことだ、急げ。嘘だろ。グルギー、ダメだ。サルク、どうして誰がジャックを狙ったんだ。待て、なんだ一体。静
静かにって言ったわよね。助けが必要なようね。しゃべろ。まったく。確かめないと。フラビニーとその手下が市場にいるわ。頑張って。飛び出るほど殴ってやるぞ。まずは手下を片付けて。苦しめずに息のに染めてやる。逃げられないぞ。逃亡の邪魔をしてやる。自由の敵すべてに。投げたんだ。
Appelez la garde! Il y a des détrousseurs ici! On passera bientôt tout ton temps à la Madeleine, vipère! Et tous les Russes sont chaque jour plus dangereux. Eh bien, pourquoi tout ce fracas? Bonjour à vous, monsieur. よくやったわね。食料はミニクールが届けてくれるわ。
1792年パリ、皆飢えている。パンを頼む。下がれ下がれ。食料は届いていたのに、市場に向かう前に消えていた。行くわよ。テンプル騎士団、幸い誰かが食料の流れを追ってた。私のよ、それ私の。テロワーユド・メリクール、民衆の味方よ。王室に私たちの家族も食べ物がいると伝えましょう。平和的な抗議運動もどんどん暴力的なものになっているんだ。奴らを全員やっちまえ。商人の食料囲い込みに対する市民の暴動、パリ崩壊の始まりよ。先導するだけでこれだ。民衆は怒り、町は不安定になった。テンプル騎士団の狙い通りに。メリクールを見つけ、食料を確保して。メリクールは教団にメッセージを送ってテンプル騎士のもとへ行った。早く追って。男の服でそこらを走る。メリクールの落とし物ね。近くにいるかも。場所を突き止めた。Non, un voleur! Que quelqu'un l'attrape!最終場所に。
じゃない。妙だぞ。おいおかの、あったまってろ。しまってこれで警戒が厳しくなって素早い行動が必要になるわ。このグループを追って1ヶ月以上になる。田舎中の馬車を盗んでるの。農民が食べ物を貯めて価格を決めてると言われてるけど彼らは悪くない。何か他の力が動いてるって言ったのに、国民議会は穀物価格の設定で問題を解決しようとしたの。でも陰で操ってる女の名前は掴んだ。フラビニー夫人、レアールの店でドレスデザイナーをしているわ。彼女はドレスデザイナーじゃない。ようやく味方が現れてくれたのね。彼女の工作員全員を一人で倒せないの。食べ物がみんなに戻ったか確かめないと。フラビニーとその手下が市場にいる。頑張って。フラビニーはまだ来てないよね。まずは手下を片付けてちょうだい。
よくやったわね。食料はメリクールが届けてくれるわ。